暖かな陽光が窓から差し込むこの日、僕たち7年生70名はこの聖中学校課程に入学することができました。このような素晴らしい入学式を開いてくれた校長先生をはじめ、たくさんの先生方、来賓の方々、本当にありがとうございます。入学できて嬉しい気持ち、新しい学校生活が少し不安な気持ち、新しい学習や初めての部活動が楽しみな気持ち、いろいろな気持ちで胸がいっぱいでこの入学式の日を迎えました。僕たちが卒業式を間近に控えた3月11日、東日本大震災が起こりました。ここ宮城県でも多くの人が被災、亡くなりました。その中には僕たちのように中学校に入学するはずだった仲間もいます。新しく始まる中学校生活を楽しみにしていたことでしょう。その仲間たちの分もしっかりと学び成長することが僕たちに課せられた義務だと思います。僕たちは一生懸命頑張ります。最後にこれから6年間校長先生並びに先生方、先輩方、どうぞご指導よろしくお願いします。そしていつも僕たちを見守ってくださる神様、これからも僕たちをお導きください。7年生代表。